アメリカ合衆国カリフォルニア州オンタリオにあるシネマコンプレックスの一例シネマコンプレックスは同一の施設に複数のスクリーンがある映画館である。シネコン複合映画館とも呼ばれる。モデルは北米発祥のマルチプレックスまたはシネプレックスと呼ばれる映画館である。劇場構造はそれに準じた作りになっており、ロビー。 チケット売り場、売店、映写室等の設備を複数のスクリーンで共有している。世界的に見るとメガプレックスと呼ばれる20スクリーン以上の例もある。アメリカカリフォルニア州の AMC オンタリオミルズ30をはじめとする複数のメガプレックスが上映スクリーン数としては最多の30を有する。また座席数はスペインマドリードのキネポリスマドリードが 最も多い。日本国内の場合、7スクリーンから多くても13スクリーンを一つの映画館内に集約していることが多い。これは、日本の主要な映画配給チェーンが13しかないため、メジャー作品はおおよそ14作品以上同時に配給されない事情によるものである。各スクリーンの客席数は80から500席程度で、大小を組み合わせることが多く、 集客力の見込める作品は、客席数の多いスクリーンで上演し、風切りから時間の経った作品や、集客力の落ちた作品は、客席数の少ないスクリーンで上演する方式をとる。ただし、作品を抱き合わせた2から3本立てでの工業は、通常は行われず、完全入れ替え制を採用しているため、単一、または、複数の作品を退場せずに連続してみることは、 できない大抵の場合、ショッピングセンターのテナントとして運営されているか、スーパーマーケットなどが併設されている。これは、ショッピングセンターとシネマコンプレックスの総評の集客効果を狙ったものである。また、ショッピングセンターの駐車場が利用できるため、シネマコンプレックスは自動車で来場する客層の取り込みに成功した。一方で、 シネマコンプレックスの利用者は、ショッピングセンターでの購買率が低いとの調査結果もあり、相乗効果を疑問視する声もある。日本に、現代型のシネマコンプレックスが登場した1990年代は、ロードサイド店舗に設置されることが多かったが、2000年代に入ってからは、従来のロード召喚を置き換える形で繁華街に作られることも多くなってきた。 シネマコンプレックスの登場に伴い1億2000万人前後で推移していた日本の映画人口は1億6000万人以上にまで回復した一方で2001年以降はシネマコンプレックスが増加しているにもかかわらず映画人口は横ばいとなっているため飽和状態になっているとも言われているなお本校では慣例に基づき映画館内に設置された上映室を スクリーンと記述する。また、単一、または、複数のスクリーンを包括する、映画館を、サイトと記述する。シネマコンプレックスについて、法令等での明確な定義はなく、統計や書籍によって条件が異なっている。例えば、通商産業省が1998年にまとめた、映像産業活性化研究会報告書では、6以上のスクリーンを有する、 三以上のスクリーンを共有する映写室があるチケット販売窓口やロビー等を共有する総入れ替え制を採用して立ち見なしと定義されている。また日本映画制作者連盟が毎年1月に発表する日本映画産業統計ではとされている。このように様々な定義があるがお,おおよそ共通する条件として下記のようなものが挙げられる。複数のスクリーンを 同一の施設内に集約していること。ロビーや売店、チケット売り場、入り口、映写室等を複数のスクリーンで共有していること。映画館としての名称は一つであるか、もしくは複数のスクリーンで統一性を持っていること。完全入れ替え性を採用し、店員性か、全席指定席性を併用することで立ち見がないこと。なお、 シネマコンプレックスという言葉自体は1980年代から使用されており、1990年代前半までは複数のスクリーンを持つことだけを条件にシネマコンプレックスとしていた。1990年代後半以降、マルチプレックスと同義とみなされるようになり、前述のような定義で使われることが多くなってきている。そのため、本校でも、 歴史的な記述を除きそれに従って述べる。シネマコンプレックスは、前述の定義以外にも従来の劇場と比べて、次のように異なる点がある。ただし以下に挙げる事項は、すべてのシネマコンプレックスに当てはまるものではない。逆に、従来感でもこれらの特徴を取り入れた例もある。シネマコンプレックスで多かった、ノンリワインド映写機の例2000年に、 映画制作者協会で、シネコンのスクリーン数の統計を別途記載するようになった時点では4割強だったスクリーン数が2002年には5割を超えた。2009年以降、スクリーン数において、シネマコンプレックスは日本国内の映画館の8割以上を占めている。一方で、1993年のワーナー・マイカル・シネマズ・ウェビナの開業以降18年連続増加を、 続けていた日本国内のスクリーン数は2011年には減少に転じた。1990年代において新しい手法であったシネマコンプレックスも目新しさをなくし、すでに飽きられているという指摘もある。観客の映画館離れが深刻だとも言われており、商業施設の集客設備として開業していたシネマコンプレックスは曲がり角に差し掛かっていると言われたが、 2019年3月発表時点で2011年から250スクリーン増加している。2020年12月末現在、日本の全映画館は581サイト3616スクリーン。うちシネマコンプレックスは354サイト3192スクリーンである。日本で最も多くのスクリーンを運営する映画工業会社は、 イオングループ参加の企業を統合したイオンエンターテイメントであり、同一ブランドのシネマコンプレックスとしてはイオンシネマが最も多い。一つの施設としてスクリーン数が最多なのは愛知県豊橋市のホリデースクエア内にあるユナイテッドシネマ豊橋18で18スクリーンを有する。東方シネマズが撤退したトリアスのシネマコンプレックスシネマコンプレックスを運営する。 各社の資本関係は大きく変わりつつある。2009年9月30日に、小畜マルチプレックスシアターズの資本から、三井物産が撤退し、小畜の完全子会社になった。2011年3月1日には同社に小畜が映画工業事業を移管した。これにより旧大都市、ロード商館は、小畜、ローカル館は小、小畜。 マルチプレックスシアターズという体制から他社と同様に全国を同一会社で運営することになった。2013年2月28日にはワーナーマイカルからタイムワーナーグループが資本を撤退しイオンの完全子会社となった。同年7月1日にはワーナーマイカルを存続会社とし同じくイオンの完全子会社であるイオンシネマズを合併しイオンエンターテイメントとなった。 また、野豪も、ワーナー・マイカル・シネマズから、イオン・シネマに変更した。日本上陸当初は、多くの外資系のシネマコンプレックスが存在していたが、これにより、外資系資本はすべて撤退したことになる。2012年3月9日には、ユナイテッド・シネマが、住友商事から投資会社の、アドバンテッジ・パートナーズ参加の、ユナイテッド・エンターテインメント。 ホールディングス株式会社に売却された。2013年3月29日には、角川シネプレックス株式会社が同じく A に売却され、同年6月1日にユナイテッドシネマ株式会社を、存続法人として合併した。これにより、ユナイテッドシネマは、イオンエンターテイメント、東方シネマズに続く、第3位のスクリーンスを持つ工業会社となった。ユナイテッドシネマは、 その後2014年8月にローソンがグループ内でプレイガイドや CDDVD ソフト販売店を運営しているローソンエンターテインメントの子会社を通じて株式を取得しローソングループに入っている2001年以降映画人口は1億6000万から7000万人程度でほぼ横ばいの状態が続いている一方で2010年まで スクリーン数が増加し続けたこともあり、各社の経営状態は厳しくなった。各社はこれに対応するためオペレーションの見直しによる人件費の削減を行っているほか、家賃の見直しも進んでいる。出店競争が激化していた時期は、出店条件が釣り上がり、中小工業会社は出店できない状況が続いていた。一方、 これらの時期に出店を進めた大手各社は固定費削減のため2008年頃から家賃の値下げ交渉を進めた。ディベロッパー側の収益にも関わるため難しい交渉となっているがシネマコンプレックスの初期の劇場は特に収益性が悪化しているため場合によっては撤退も視野に入れて進めている。また、 劇場の不動産自体をグループ会社が所有する企業にとってこの施策は不動産事業の収益悪化にもつながるため困難を極めた。この課題の解決のため、東方の不動産経営部の専務である中川隆が2010年から2012年まで東方シネマズの社長を兼務するなどの人事も見られた。 これらの見直しや講述する設備のデジタル化を見送り従来の工業会社が撤退した映画館では集客のためにディベロッパー自身が事業主となって経営し工業会社に運営委託する例も現れてきた。例えば2010年1月31日に閉館したムービックス6校の跡地は神戸ファッションプラザが事業主となった。OS が 番組編成業務を受託し、子会社の OS シネブラザーズ株式会社が運営を行い、シネウェーブ6校として2010年7月31日に再開館した。また、2012年8月31日に閉館した、東方シネマズトリアス久山の跡地は、 ラサール不動産投資顧問株式会社が経営し、ユナイテッドシネマが運営を受託し2013年3月1日に再開館した。ユナイテッドシネマは同劇場をローコストオペレーションのモデルケースとしたいとしている。しかし、これらの経営も順風ではなく、シネウェーブロッコーは2011年11月30日に閉館している。 クリスティ社製のデジタルシネマプロジェクターの設置例近年は前述のコスト削減のための見直しや新たな観客獲得のための動きが見られている。また、急速にデジタルシネマが普及した。コスト削減の例としてチケット販売の自動券売機化が進んでいる。東方シネマズでは2012年5月から6月にかけて自動券売機の導入を本格的に進めた。 また、ユナイテッドシネマもトリアス久山に自動券売機を5台導入し、有人窓口は設置しない方向である。これにより、効率化を図るとしている。しかし、全売券の取り扱いもあるため、完全な無人化は難しいのが課題となっている。その後、前売券の多くが、無備チケカードとなり、ウェブ予約と劇場での自動券売機の双方での使用が可能となっている。 新たな観客総獲得のため、試験的に鑑賞料金を変更する動きも見られる。ワーナー・マイカルは2010年1月9日から4月9日まで、エビナとクシロの2サイトで1000円均一とした。しかし、従来の契約のままだと値下げにより、配収が減少する可能性がある。結果、配給契約の条件が折り合わず、ラブリー・ボーンや、ライアー・ゲーム・ザ・ファイナル・ステージが、 上映中止となった。また、東方シネマズは2011年4月から2012年春までの予定都市7サイトで試験的な料金変更を行った。一般料金を1500円、18歳未満を1000円に値下げする一方、シニア割引を60歳から65歳に引き上げる、レート賞を廃止するなど、複雑な割引をやめ料金を気に付かした。しかし、 全国平均と比べ5%程度動員が減る。結果が得られ、高校生料金は1000円と据え置いたが、それ以外は、予定より早く2011年11月末に試験を中止した。その後、2013年6月1日より、高校生料金を1000円とする、料金変更の未全国に広げている。また、t ジョイは、東方シネマズの試験サイトと競合する広島。 鹿児島の2サイトで2011年4月7日から翌年3月31日まで高校生料金を1500円から1000円に値下げした。上映機材のデジタル化は2010年から2012年の2年間で一気に進み、2012年12月時点で全スクリーンの88%に導入されている。デジタルシネマプロジェクターは当初、 ワーナー・マイカルやティ・ジョイを中心に導入されたが、コスト負担が大きくそのペースは遅かった。しかし、現在では 35mm フィルムのノンリワインド、映写機から置き換わって、デジタルシネマプロジェクターが主流となった。導入の進んでいたティ・ジョイは、主要各社では一番早く、2010年7月までに、全スクリーンへの導入を完了した。東方シネマズは、 2011年3月17日に開館した東方シネマズ交府ではデジタルシネマプロジェクターのみを設置するなどの施策を取り2011年に全劇場のデジタル化を完了した2012年には定期借地等運営期間の限りがあるものや一部の小規模工業会社を除きおおよそのシネマコンプレックスでは導入が完了している 2013年3月5日に開館した、ワーナー・マイカル・シネマズ・カスカベのように、デジタル化により映写室を廃止した劇場も現れてきた。この背景には、バーチャルプリントフィーによる導入スキームの変化があったことが、要因として挙げられる。VPF とは、VPF サービス会社が、工業会社の代わりにデジタルシネマ機材の購入費用を一括支払いし、 配給会社が導入費用の70%までを工業会社が残りの30%をそれぞれ10年間かけて作品ごとまたは月ごとに VPF サービス会社に対して召喚していく仕組みのことである映画館のデジタル化により配給会社はプリント代や輸送費が削減できメリットを受ける一方工業会社は 機材入れ替えのコスト負担が大きく、デメリットが大きかった。しかし、VPF の導入により、工業会社の負担が軽減されたため上映機材のデジタル化が進んだ。ただし、それでも、一定のコスト負担は、あるため、導入を見送り閉館を選択する劇場もある。設備のデジタル化により、上映コンテンツ自体の変化も現れている。アザーデジタル。 スタッフと呼ばれる映画以外のコンテンツを上映することも増えてきた。東方シネマズやティジョイではパブリックビューイングや舞台演劇の上映が行われている。2008年10月25日に全国上映としては日本初のフル 3D 実写映画センターオブジアンアスが公開されて以降リルディなどのデジタル 3D 映画の上映も増えた。 2009年公開の 3D 映画であるアバターのヒットにより一気に普及に弾みがついている。ただ、2010年頃までは 3D 映画は一定の興行成績を上げていたが、近年の興行では期待ほどの成績を上げておらず、陰りを見せている。2010年代後半以降、3D 映画の 3D 上映は IMAX4D ドルビーシネマといった特別な スクリーンでの公開がほとんどとなり、それ以外の一般スクリーンでの 3D 版公開は大幅に削減されている。マルチプレックスの発祥である北米では、主に1960年代から複数スクリーン化の傾向が見られた。日本でも映画館の複数スクリーン化傾向は古くからある。当初はこれらの映画館をシネマコンプレックスと呼んでいたため、いくつかの映画館が 日本初のシネマコンプレックスを名乗っている。以下、シネマコンプレックスとマルチプレックスの歴史について記述する。キネカオモリがある声優大盛店日本では1930年代に大劇場時代が到来すると、その地下や高層スペースにもう一つの劇場を設置する映画館が現れ始めた。例えば、日本劇場の地下に、 ニュース映画専門館として1935年12月30日に開館した第1地下劇場などがそれである。これらは当時新興勢力であった東方の経営手法であったが良いものは真似をするという姿勢で小畜にも取り入れられていった。だが一般的には一つの映画館にスクリーンは一つであった。1950年代になると映画館の全盛期が 到来し、映画館の新設や建て替えが多数発生した。これに伴い、一つの施設内に複数のスクリーンを持つ劇場が徐々に増えてきた。また、1000席程度のスクリーンの中に壁を入れて左右に仕切ったり、1階席と2階席との間に床を入れて上下に仕切ったりすることで複数のスクリーンに分割するケースも見られた。これらの運営システムは、 個々の建物として存在する従来の映画館と変わりがない。入れ替え制は導入しておらず、それぞれのスクリーンには独立した屋形名が付けられ、配給チェーンとスクリーンが固定化されており、複数の映画館が一つの建物の中にある状態だった。1984年3月30日にシネマコンプレックス。 日本初登場と銘打って、キネカ大森が開館する。設立した、株式会社、声優文化事業部によれば、欧米の映画館の動向を調査した結果、動員で上映館を入れ替えられたり、インターロック上映をすることができたりする、複合映画館の形態に行き着いたとしている。同館は流通系店舗のテナントであること、入れ替え制を採用していることなど、 現在のシネマコンプレックスに近い。一方で、スクリーン数が3と少ないこと、ロードショー、名画座、アート系というように、各スクリーンの特色を定めていることなどが、現在のシネマコンプレックスとは異なる。また、現在は、上映作品の傾向から、ミニシアターと認識されることが多い。この時期から同館と同様に郊外のショッピングセンターに、 複数のスクリーンを持つ映画館をテナントとして迎え入れるところが現れ始めた。また、シネマコンプレックスという言葉も使われ始めるようになる。他にも後年になってからではあるが、小牧コロナ会館とねちったが、日本初のシネマコンプレックスを称している。小牧コロナ会館は、スクリーンで統一された名称が付けられていないこと、入れ替え制が導入されていないことなどが、 現在のシネマコンプレックスの概念とは異なる。なお、同館を運営するコロナグループは、この時期に同様の劇場を愛知県江南市、春日市、半田市、豊川市にも展開している。ジネチッタは総合映画館ビルとして、開館当時のメディアには紹介されている。やはり入れ替え制が導入されていないこと、複数フロアにわたっているためロビーなどが、 共有されていないことなどが、現在のシネマコンプレックスの概念とは異なる。しかし、1996年頃から、同社の企業遠隔や地元自治体の広報誌などを、中心に、いくつかの文献で同化後、日本初のシネマコンプレックスとする記述が見られるようになった。また、池袋シネマサンシャインについても、開館時の雑誌記事では、 シネマコンプレックスという用語を用いて紹介しており、一部の関係者が日本初のシネマコンプレックスと見ることもあった。しかし、これも映写室などが共有されておらず、配給チェーンとスクリーンを固定化した運営を行っており、現在シネマコンプレックスと呼ばれる映画館とは異なる。さらにはシネシックスを日本初とする例も見られるが、 スクリーンごとに東方と小畜という別々の経営母体で運営されており、集客に応じてスクリーンを変更できる柔軟性がなかった。いずれにせよ、工述するマルチプレックスが日本国内に上陸する以前から日本独自のスタイルでこれに近い形の工業形態が存在しており、当初はこれら複数スクリーンを持つ映画館をシネマコンプレックスと呼んでいた。 ただ、1990年代に見られるような爆発的な普及は起こらなかった。その要因の一つとして、入場者数の改ざんを懸念して、同一窓口で複数作品のチケットを扱うことを、配給会社が嫌っていたとも言われるように、飲酒に縛られ運営システムを変えるまでには、至らなかったことが挙げられる。また、当時の映画館が主に建てられていた市街地は、 地価が高く、収益を上げるのが難しいと考えられていた点も挙げられる。さらには、工業情報、建築基準法、消防法の三法とそれに付随する条例が現在より厳しく、スクリーンの増設がコスト的に難しかったことも挙げられる。そこで、全国、工業生活衛生同業組合連合会が1990年頃から、 これらの規制緩和を求め確保の所管省庁に対して働きかけを行った。その結果、1992年に規制緩和の方針が決定し、先行して1993年7月1日から東京都では建築安全条例と火災予防条例が改正されている。だが、その頃にはすでに旧来型のシネマコンプレックスの時代ではなく、 外資系を中心とした、工術のマルチプレックスの普及に一役買うことになるという皮肉な結果となった。エルジンシアター一方、北米発の2スクリーンを持つ映画館は、1947年にカナダの首都オタワーに開館した。ナット・テイラーが、築20年の施設を拡張したエルジンシアターである。他にも1960年代中盤から後半に、 かけてにスクリーンの映画館が開館している。1965年、ジョージア州イーストポイントに開館した、マーチンズ・ウェストゲート・シネマズなどが挙げられる。ナット・テイラーは、マルチプレックスの発明者とされる。あとの1979年4月19日に、シネプレックス・オデオンを設立し、同年中に、当時世界最大であった18スクリーンの、 トロント・イートン・センター・シネプレックスを開館している。1963年にマルチプレックスの先駆者となるアメリカンマルチシネマのスタンリー・ダーウッドは各映画の上映開始時間を慎重に管理し複数スクリーンを数名で運営する方法を確立した。1960年代はテレビの普及に伴いアメリカであっても映画人口は減少気味であった。 しかし、1970年代これらマルチプレックスがショッピングセンターに併設される形で各地に展開されたことで、再び上昇に転じた。マルチプレックスがショッピングセンターでの購買につながるかどうかについては、当初から疑問視する考え方もあったが、ショッピングセンターを認知させる効果があると認められ、ア施設の扱いを受けた。以来、複数スクリーンの映画館が、 北米では当たり前のものになり多くの従来館は複数のスクリーンに改装されていった複数スクリーンが一つのロビーを共有する形態であった1スクリーンの映画館は市場からほとんど撤退した残った従来館は一般にアート系映画や小規模制作の映画映画祭などの上映に使用されている例えばカリフォルニア州サクラメントの主街地にある クレストシアターなどが挙げられる。この流れはヨーロッパにも広まっていく。1972年にはアルバート・バートとローズ・クライズによってトリオスコープハッセルトが開館した。現在、同サイトを経営するキネポリスはこれをヨーロッパ発のマルチプレックスとしている。また、1981年にはジュースクリーンを備えるキネポリスントが開館した。定義により異なるが、 通常20スクリーン以上のマルチプレックスはメガプレックスと呼ばれる。一般的に世界初のメガプレックスは1988年にベルギーのブリュッセルに開館したキネポリスブリュッセルであると考えられる。アメリカ初のメガプレックスは1988年に改装したミシガン州グランドラピッズのスタジオ28である。1983年イギリスでは ユナイテッドシネマ・インターナショナルが設立。1985年にマルチプレックスに参入し、5年間で約1200スクリーンから1.5倍に増加させた。世界規模で展開する工業会社が次に参入を考えたのが日本市場であった。1991年10月8日、ワーナーブラザース・インターナショナル・シネマズは日位と合弁で、 日本にワーナー・マイカルを設立する。ワーナー・マイカル・シネマズ・ウェビナ1993年4月24日、神奈川県に海老名市に日本初の本格的マルチプレックスであるワーナー・マイカル・シネマズ・ウェビナが開館した。同社は北米やイギリスと同様にマルチプレックスという用語を用いていたが、日本市場では以前から存在する複数スクリーンの映画館と同様に シネマコンプレックスと呼ばれた。そして、シネマコンプレックスの定義自体が後に、マルチプレックスのことを指すようになる。そのため、現在では同感を、日本初のシネマコンプレックスとすることが多い。日本国内のスクリーン数は、減少傾向であったが、この1993年をそこに増加に転じた。ワーナー・マイカルの進出当初は、 業界内では失敗するものと思われていた。従来館が、すでに撤退していたエビナには大きすぎる、映画館だと考えられていたからである。その後、開館した同社のサイトについても同様であった。しかしながら、ワーナー・マイカルは、主要他社が参入する1996年までに、7サイトを開館し、年賞は44億円以上。 一スクリーンあたりの工業収入も当時の全国平均を上回る9200万円という成功を収めた。この成功を機に外資の参入が相次ぎ国内各社もシネマコンプレックスの建設に取りかかる。外資系の AMC エンターテインメントとユナイテッドシネマインターナショナルジャパンは1996年 東方都市小畜は1997年、東急レクリエーションは1998年に、それぞれ自社系列のシネマコンプレックスを開館させた。1999年にはさらに、バージンシネマズジャパンが参入し外資系、シネマコンプレックスは4社に増えている。各社の出展戦略は様々であった。AMC エンターテインメントは当初9大都市、 ロードショー地域を中心にメガプレックスを計画していたが、後に地方都市の郊外型ショッピングセンターにも出展するようになった。UCI ジャパンは地方の県庁所在地クラスの都市を中心に出展を計画していった。また、ワーナー・マイカルは親会社、マイカルのショッピングセンターに併設する形で計画を 進め、旧大都市、ロードショー地域である本木の出店は、マイカル小畜に譲り大手映画会社との摩擦を避けた。後に、親会社自体が、駅前再開発に参画していったため、駅前立地型も増えていく。東方グループは、有楽町マリオンや、シネシックスでの成功をもとに、番組編成のしやすい、東方邦画系と洋画系の1.2番手の3、スクリーンで組み合わせる。 劇場展開にこだわり続けたためで遅れた。1997年頃からこの方針を転換し、5から6スクリーンのシネマコンプレックスを展開し始めたが、その頃開館した、天神東方は当初は、定員入れ替え制の導入をしておらず、立ち見を出していたり、浜大津アーカスシネマは、スタジアムシートを導入しておらず、フラットな床だったり、 サービス面で見劣る部分があった。1998年12月5日に、やっと本格的な郊外型のシネマコンプレックスと、される、サバイシネマ7を開館させたが、ワーナー・マイカルに、スクリーン数で、国内1位の座を開け渡し、外資系他社の買収を模索するようになる。一方、小畜は、国内工業会社としてはマルチプレックスへの対応が、早かった。 1990年から海外情報の収集を進め、1995年4月にはマルチプレックスシアター開発委員会を設立。二条駅周辺区画整理事業用地内への一号店進出を計画した。1996年5月には小畜マルチプレックスシアターズを設立し、2000年までに10地区100スクリーン。 国内のスクリーン数が3000を超えた時点で1割に当たる300スクリーンの目標を掲げた。しかしながら、ノウハウ吸収を目的として合弁契約をしたシネマークインターナショナルとは開発スタンスの違いが原因で合弁契約を解消したり、競合会社の増加によりテナント契約が困難を極めたりしたため、出展計画に若干の遅れが発生した。 東方系の工業各社や小畜、マルチプレックスシアターズは新設される地方のショッピングセンターを中心に出展計画を立てていった。当時各地で開発していたイオン系のショッピングセンターも多く含まれた。逆にバージンシネマズジャパンは初期に計画された名古屋ベーシティを除きイオン系のショッピングセンターへの出展計画は行っていない。 ジャスコ・組山ショッピングセンターの出展決定が目前と思われていたにもかかわらず、同社と同一のコンセプトで、子会社のイオン・シネマズを出展させたからとされる。また、後に、関東、関西の駅ビルを中心に出展計画を行っていくようになった。一方、イオン・シネマズは、親会社のショッピングセンターに併設する形で、計画を進めていった。 1999年 UCI は住友商事が川書店と合弁で新法人ユナイテッドシネマ株式会社を設立し1999年10月1日会館のユナイテッドシネマ岸和大工に会館したサイトは UCI ジャパンではなく同法人での運営とした住友商事は1985年に アスミックの設立にも参画しているため、この合弁で制作、配給から工業まで関わる企業となっている。また、AMC エンターテインメントは1999年7月に日本法人の株式会社日本 AMC シアターズを設立し、劇場運営を移管している。シネマコンプレックスが各地に展開していくにあたり、 従来その地方で工業を行っていた企業の反発を招いたり、シネマコンプレックス間での競争が発生したりし始めた。当時は、大津市や横浜市の例に見られるように、配給会社から配給を受ける、上映権を得るために争うことが多かった。しかしながら、従来は7割程度を占めていた、従来間中心の労働省喚の、工業収益比率が、 シネマコンプレックス中心のローカル間に押され、2000年には5割近くまで落ち込んでいた。このため、配給会社は、シネマコンプレックスにも配給を行うようになり、洋画系については2000年以降、おおよその地域では、このような争いは見られなくなっていった。そして、大半の競合地域では、単純に集客力を争っていくようになり、後に、放画三社が、 従来館中心から、シネマコンプレックス中心へと軸足を動かす要因にもなっていく。アメリカでの元ローズ社の劇場1999年から2001年1月の間にシネマコンプレックスは急増する。この2年1ヶ月の間に、主な工業会社だけで、ワーナー・マイカルが24サイト、ユナイテッド・シネマが7サイト、小畜。 マルチプレックスシアターズが7サイト、東方及び東方系の6部工業が6サイト、バージンシネマズジャパンが5サイトの出展をしている。これは、1998年に大規模小売店舗立地法が成立したため、旧法である大規模小売店舗法の基準で計画されたショッピングセンターが、旧法の期限である2001年1月までに駆け込み出展したためである。 ショッピングセンターに併設されるシネマコンプレックスは結果的に急増する形になった。2001年1月18日にはローズシネプレックスエンターテインメントが京都市2条の2条駅周辺区画整理事業用地内に出展することが京都市より発表された。外資系シネマコンプレックスとして5社目の参入だったが同年2月15日に同社は 日本の民事再生法にあたる連邦倒産法第11章を申請し破綻。参入は実現しなかった。アメリカで連邦倒産法第11章を申請したのはローズ社だけではなかった。アメリカでは1990年代にシェア獲得のためメガプレックスの出店競争が加熱した一方、年間観客数は14億人程度と横ばいであったため、 採算性が悪化していた。各社とも不採算スクリーンの閉鎖を行ったが、出店の資金負担に耐えられず1999年から2001年の間に相次いで連邦倒産法第11章を申請することになった。日本でも前述の通りシネマコンプレックスが急増していたため、先行きが不安視されるようになる。しかしながら、 日本での急増の流れは一旦歯止めがかかる。AMC エンタテインメントはアメリカでの厳しい状況に対応するため、アメリカ国内への投資に集中させた。そのため、日本での出展は2000年7月8日に開館した AMC エクスピアリ16以降、全く行われなくなった。また、2001年9月14日に、マイカルが民事再生法を申請。 同年11月22日には、会社構成法へと申請を切り替えた。この影響での神奈川県の川崎駅北口地区第3、西外区への出店など、子会社、ワーナー・マイカルの複数の出店計画が白紙撤回された。このため、これ以降約3年間、同社は移転を除き新規出店を行うことはなかった。 他の各社も大規模小売店ポリッチ法が施行され、ショッピングセンターの開発が減少したため、特に郊外型の出店数は落ち着くようになった。2001年以降になると、邦外3社が、シネマコンプレックス中心に大きく、舵を切り、郊外型に変わり、大都市のロード召喚が、続々、シネマコンプレックスのスタイルへ変化していくことになった。京都市場河原町では、 京都小竹座、SY 小竹 KA、京都ピカデリーが2001年11月22日に閉館し、翌日ムービックス京都が開館。東京有楽町では、日本劇場、日劇東方日劇プラザが2002年3月2日に、日劇プレックスに、大阪梅田の北野劇場、梅田スカラ座、梅田劇場は2002年11月23日に、 ナビオ東方オプレックスに生まれ変わっていった。一方、方が3社がシネマコンプレックスへと舵を切ったことで、系列感として番組配給を受けていた従来感は閉館を余儀なくされる状況に追い込まれていった。例えば、2003年3月6日の札幌シネマフロンティアの開館にあたっては、帝国座会館や二公劇場を経営していた天野工業株式会社が、 同年2月末で番組提携契約を打ち切られ、同年9月5日に自己破産を申請している。外資系シネマコンプレックスとの競争にさらされながらも生き残っていた従来館はこれ以降各地から姿を消していくことになった。予約システムシネマコンプレックスは基本的に定員制をとっているため、利用客は見たい映画が完売して見られないというリスクがある。 そのため、インターネット普及以前は、ワーナー・マイカルの一部などいくつかのシネマコンプレックスで、電話予約が行われていた。しかし、映画館側の運用が煩雑で、需要が高い繁忙期に対応しきれない問題があった。このため、1997年頃までに電話予約は、廃止された。その後、2000年にアレックス・シネマが、E メールを使用して、席の予約をし、 現地で支払うというシステムを導入。2002年にはバージンシネマズジャパンがインターネットで支払いを行うチケット販売システムビットを導入したのを皮切りにインターネットでの販売が主流になっていった。座席指定ワーナーマイカルや AMC エンターテインメントは座席指定を行わない定義入れ替え制を採用していた。また一部を 指定席にし、一般料金より高めの料金設定をする劇場も見られた。しかし、1996年11月に UCI Japan が開館したオツナナシネマは全席指定制を採用した。そのため、1998年9月26日公開のプライベートライアンからワーナー・マイカルは全席指定制を部分採用する形に切り替えた。 これ以降、シネマコンプレックスでは、全席指定性が主流になっていった。さらに、1999年4月23日に開館した、バージンシネマズトリアス久山は、プレミアスクリーンとして、座席幅を広くし、サイドテーブルのあるシートを採用した、高付加価値のスクリーンを設置した。これにより単なる全席指定性では差別化が図れなく、 なり、各社とも特徴のあるサービスを行うようになっていった。2003年以降になると、外資系、シネマコンプレックスの撤退を引き金に、業界再編が始まる。外資系各社の構成で、ワーナー・マイカルが337スクリーンを保有していたのに対し、東方グループは284スクリーンと劣勢に立たされていた。この状況に際し、東方は、 他社の買収を模索していたとされる。2003年4月4日、野村証券の仲介により100億円で、バージンシネマズジャパンを買収し、シェアトップの座に入り咲いた。買収された、バージンシネマズジャパンは解消し、東方シネマズとなった。東方は、同社系列の工業会社をこれ以降再編していく。2006年10月1日に、東方直営館を、 東方シネマズに移管し、続いて2008年3月1日に、東方東日本工業、中部東方、東方関西工業、九州東方を東方シネマズに九州合併させた。各工業会社が運営していた東方プレックスを、はじめとする、シネマコンプレックスは、改装し、東方シネマズのブランドに変わった。また、東方シネマズ高槻。 浜大オーツ・アーカス・シネマ、サバイ・シネマ・ナナといった地方のサイトの一部は、独立系の工業会社に、事業上とされた。2004年4月22日には、マイカルと小築の合弁であった、マイカル小築シネマズ本目が、小築ニュー・セレクトに、事業上とされることが発表された。同年4月30日以降、同サイトは改装し、ムービックス本目として運営された。 また、2004年9月に UCI が撤退し、同社保有分のユナイテッドシネマの株式を住友商事と角川グループに売却した。さらに、2005年には AMC エンターテインメントが撤退をする。AMC エクスピアリ16を除いた4サイトと日本法人の日本 AMC シアターズが7月1日にユナイテッドシネマに売却された。 a m c エクスピアリ1 6は東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドと家賃をめぐって係争中であったが9月1日にそのオリエンタルランドに事業を譲渡された同サイトはデジタル 3D 映画システムの導入などを行い2006年3月1日に同社の直営のシネマイクスピアリとなっている札幌ステラプレイス内にある 札幌シネマフロンティアこの時期になると大都市ロード召喚のシネマコンプレックス化が加速した。この動きの中では札幌シネマフロンティアや大阪の梅田ブルク7ナンバパークスシネマ等日本国内の大手映画会社による共同経営も見られた。ただし横浜桜議長で計画されていた共同運営の劇場開発から東方シネマズが撤退する事例もあり 完全に足並みが揃っているわけではない。動員もシネマコンプレックスが主体となっていった。2003年から2006年まで、川崎市の地ネ散ったが、年間観客動員数日本一に、2007年は、観客動員数は、ムービックス埼玉、工業収入は、東方シネマズ、六本木ヒルズが、日本一になった。大規模掘り店舗法の下での駆け込み出店が、 行われた影響もあり、大規模小売店ポリッチ法が施行された後、しばらくは郊外型シネマコンプレックスの出店ペースは落ち着いていた。前述の通り、大都市、ロード召間のシネマコンプレックス化はあったが、従来感の置き換えであるため、スクリーン全体としては微増であった。 2000年に2524スクリーンだったものが2003年末までに2681スクリーンになっただけで157スクリーンしか増えていない。しかし大規模小売店ポリッチ法自体が郊外型ショッピングセンターの出店を行いやすい法体系であったため2004年以降増加傾向に拍車がかかった。さらに2006年に 街づくり散歩が改正され、郊外型ショッピングセンター新設に抑制がかけられたため、再び駆け込み出展が行われることになった。結果的に2006年には従来館も含めると3000スクリーンを突破し、2007年には3221スクリーンとなった。これは1970年頃のスクリーン数とほぼ同じである。 当時の映画人口は2億5000万人程度であったが、2001年以降、映画人口は1億6000万から7000万人程度で、ほぼ横ばいの状態が続いており、飽和状態になったとも言われる。観客数が横ばいでありながら、各社の出展が続いていること、映画ソフトのレンタルやテレビでの放映までの期間が、近年では短くなってきていること、インターネットによる、 オンデマンド配信も増えていることなど、シネマコンプレックスの経営は年々厳しくなっていった。また、工述する競合他社との差別化のための設備投資の結果、1998年頃は平均座席占有率が10.2%で経営が成り立っていたものが、2004年には14.7%まで上昇していった。結果的に、 工業収入からの営業利益は4.3%しか得られていない。従来感を含めると2006年には3000スクリーンを突破しているが、3000スクリーンの経営を成立させるには1億8000万人の映画人口が必要との試算もある。このため、入場者の安定確保とともに飲食物など売店収入の増加などが鍵になるとされた。 閉館した、ワーナー・マイカル・シネマズ・東岸和田・シネマ・コンプレックスの、同市での競合証券内での出展が増えたため、再編、閉館などの動きが見られるようになった。ユナイテッド・シネマ・柏原シネマ・コンプレックス間での差別化を図るため、サービスや設備の個性化が進んだ。コンテンツの差別化という点では、チェーンによる独占上映が行われた。 2007年4月9日にユナイテッドシネマと東急レクリエーションが独自の番組編成を目的に提携したことを発表しアドレナリーなど複数の作品が2社の劇場を中心に上映された。2007年12月20日にはティッジョイ東急レクリエーションユナイテッドシネマ ワーナー・マイカル4社に拡大したオープンコラボレーションという提携を発表し、ナルニア国物語、第2章、カスピアン王子の角笛などが4社で独占上映されることになった。顧客サービス面の差別化では、東方シネマズのママズ・クラブシアターなどが挙げられる。小さな子供を持つ親を優先にした上映会を設定し、周りの観客に気兼ねなく鑑賞できるようにした。 サービス面の向上を図った結果、各地のシネマコンプレックスで導入されたサービスもある。例として、インターネット予約は各社で導入された。また、ポイントサービスは、東方シネマズのシネマイレージをはじめ、各社との導入を行った。一般にポイントサービスは、ヘビーユーザー向けのものだが、ワーナー・マイカルは、T ポイントと提携し、 劇場であまり見ない層の集客を図っていた。しかし、2009年6月27日にこのサービスは終了した。座席幅が広かったり、サイドテーブルがついていたりする付加価値の高い座席も導入するところも増えた。東方シネマズでは、プレミアスクリーンとして1スクリーンをすべて高付加価値のシートとしているほか、新宿ピカデリーでは、 プライベートルーム型で3万円のプラチナルームを設置している。他にも、ワーナー・マイカル・シネマズのゴールドクラス、109シネマズのエグゼクティブシート、シネマ・メディアージュのスーパープレミアシートなどが挙げられる。一方で、改装時に高付加価値のスクリーンを撤去する動きもある。東日本大震災後、東北、関東地方の多くの映画館が営業休止に追い込まれた。 2週間以上営業を休止に追い込まれた劇場は40サイト近くに上る。ここでは特に半年以上再開が滞ったり、急閉館したサイトについて述べる。東日本大震災の影響で閉館したシネマックスコーノスなお、2016年4月に熊本県を中心に発生した熊本地震では、同県熊本市のグランパレッタ熊本内にある、 シネプレックス熊本がユナイテッドシネマ熊本と解消して2016年11月23日に再開館。同県上間式郡鹿島町のイオンモール熊本内にあるイオンシネマ熊本が2017年3月24日に営業再開と復旧に半年以上の時間がかかっている。シネマコンプレックスが国内に参入した当初は 映画館の存在しない地域での設置が多かった。しかし、1997年頃から、地方都市の駅前立地型が増え始め、2001年頃からは、大都市、ロード召喚の置き換えとして、シネマコンプレックスが設置されるようになった。映画館数は、証券人口に比例すると1950年代から、言われており、シネマコンプレックスも、例外ではない。 シネマコンプレックスが併設されることが多い、ショッピングセンターは、およそ20から30キロメートルが証券と言われている。シネマコンプレックス自体の証券は、かつてそれより広い50キロメートル程度と言われていた。時期もあったが、近年では、ショッピングセンターより狭く、車で30分程度とすることが多くなった。また、証券人口もかつては50万人程度必要と、 言われていたが、近年では40万人程度にまで下げ、かつてより狭い証券での開発が行われている。シネマコンプレックスの売り上げは、ショッピングセンターの売り上げの5%程度であり、集客力もあることから、ショッピングセンターでは破格のテナント量で、誘致されてきた。例えば、バージンシネマズ南大沢は二十年の定期借家契約を結ぶ代わりに、賃料は、 相場の80%程度となっている。結果的に出店競争が加熱し、競合する、証圏内での設置が増えていった。2009年以降になると、シネマコンプレックスの新規開業も一桁台が続いており、落ち着きを見せている。空白地帯多くの県は、県庁所在地にシネマコンプレックスが存在するが、県庁所在地である、山梨県甲府市、奈良県奈良市、 山口県山口市には存在しない。甲府市は、かつて、甲府市中心部に甲田からシネマと甲府武蔵のシネマ後、市内甲府バイパス沿いにグランパーク東方8が存在したが2000年代になると相次いで閉館となり、最後まで残ったグランパーク東方8も2011年3月11日に閉館し、隣接する昭和町のイオンモール。 甲府昭和に東方シネマズ甲府として事実上移転した。奈良市はかつてシネマデプトとも楽が存在したが、ゴスクリーンと前述の通商産業省による定義には満たない小規模なものであった。2010年1月31日、近隣のシネマコンプレックスとの競合や運営会社の社長の病気を患ったこともあって閉館した。なお、 京都府木津川市との県境に所在するイオンモール高野原内にはイオンシネマ高野原があり工業情報の営業許可を同府へ申請していることもあり書類上では木津川市のシネマコンプレックスとなってはいるが税金は奈良市に納めている山口市はかつて山口スカラ座が存在したがこちらに至ってはわずか4スクリーンしかなく シネマデプトとも楽以上に小規模であり、数三章どころか、日本映画製作者連盟の定義にすら満たしていなかった。こちらも、近隣のシネマコンプレックスや、DVD レンタル店に押され2012年11月1日に、閉館。なお、隣接する豊富市に4シネマ豊富がある。近年は、新たな出店が落ち着いてきたが、不採算サイトの撤退が見られている。また、 地域活性化のための出展など新たな動きもある。109シネマズ MM 横浜があった現と、横浜天文館シネマパラダイスのロビーここでは、原則スクリーンが5つ以上あるものを、シネマコンプレックスとみなす。OS シネマズと関西共栄工業は、大手ではないが、東方が出資しているためこちらに記載。3サイト以上運営している会社。 一部のシネマコンプレックスは以下のように複数同業者共同運営及び他社との共同運営によるものがある。ありがとうございます。